今日もシルバー川柳お届けします。それではどうぞ。おばあちゃん、はい、はい、今日は川柳です。はい、いいですか。はい、老いるとはこういうことかと老いて知る。全くその通り。次いきます。つまずいて足元見れば何もなし。うん、そうやろね。うん、そういう時があるね。確かに。鏡見て懐かしくなる母の顔。いや、ほんとそう思う。米さんに似とりますか？母に似とるところがある、父に似とるところがある、こういうところに似とるなっていうのがわかる。よう作ってるね、それ作った人ね、本当に。やっぱり親って似るんやね、顔もね。年取ったら年取った時の顔に似てくるしね。人が見たら似てるよって自分じゃ似てるつもりないんやけど、そんなに思わんけど人が見たら似てるって言われる時があるやろ、やっぱりあの時もね、うん、あるあるあるね、うん、ばあちゃん似とうち言われるもん。すみませんね。いい、あの美人でよかったです。おかげさまで。ありがとうございます、産んでもらって。はい、はい、次いきます。はい、元守護、今はあの今はシラフで千鳥足。うん、ちょっと分からんね。昔は酒豪で、うん、ね、お酒いっぱい飲みよったけど、飲んでもどうちことなかった。お酒強っけ飲むやん、うん、そしたらほら千鳥足ってこんなになるやん、ね、うん、今はお酒飲まないで、飲まないで千鳥足。そうそうそう、なるほど、うん、そっか、年取ってくるとね、そう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 、そうなる、うん、私もね、ヨロヨロっとするもんね、千鳥足で、千鳥足、うん、確かにね、ヨロヨロする。はい、次いきます。円満の秘訣は会話をしないこと。ああ、そうか、そうね、うん、もうでもおばあちゃんおじいちゃんが死んでね、もうね長いけんね、うん、そんなこと忘れとるやろうけど。今日は以上となります。はい、ついてもった。このチャンネルでは88歳パッコばあちゃんの元気な秘密、家庭菜園、おばあちゃんの手料理、昭和の知恵など配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。